ブレンダン・ウッド・ライアンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウ MLB デトロイト・タイガース参加所属、ノートルダム高等学校時代は、クリス・ディッカーソンとチームメイトだった。2003年の MLB ドラフト7巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。2007年に、スコット・ローレンとデビット・エクスタインが怪我をしたため、 控えのない野手としてメジャー初昇格を果たし6月2日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。同年はメジャーとマイナーの昇降格を繰り返してシーズンを終えた。2008年はスプリングトレーニングで脇腹を痛め開幕を故障者リストで迎え4月23日に復帰した。同年は80試合にメジャーで出場。打撃や肩が弱いためメジャーでは ユーティリティープレイヤーとして起用されていたが、2009年6月にカリル・グリーンが故障者リストイリアドは遊撃手として起用された。グリーンは復帰後に三類種として起用され、ライアンは遊撃手として起用され、レギュラーに定着した。2010年、守備防御点、プラスマイナスシステム、ザーという守備の新指標すべてで遊撃手として両リーグ1位を記録した。 2010年12月12日にマイケル・クレトとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍。2012年には打率1割台と低迷したものの、守備面ではフィールディング・バイブル・アワードを初受賞している。2013年9月10日にトレードでニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。10月31日に FA となったが11月18日に ヤンキースと1年契約で再契約し、12月2日にヤンキースと総額500万ドルの2年契約を結んだ。2014年4月1日に上背部の怪我で15日間の故障者リスト入りし、5月6日に復帰した。復帰後は2類、遊撃のバックアップとして起用された。この年は49試合に出場し、打率167.8打点だった。 2015年、ディディグレコリウスが、遊撃のレギュラーに抜擢されたため、前年に続きユーティリティとして起用され、計47試合に出場した。打撃では2シーズン連続で、本塁がなしに終わったが、打率やオプス等の数字を前年から改善させた。守備面では、2塁を守った、試合数が26と、最多で、ついで3塁手を14試合守り、遊撃手1塁手。 右翼手としても起用された。カージナルス時代に遊撃のレギュラーだった時はコンスタントにプラス20前後の DRS を記録していたが、2015年はプラスだったポジションが一つもなかった。ちなみに、この年は投手としても1試合でマウンドに登り、2イニングを2アンダム失点に抑えた。オフに、球団は200万ドルの来キオプションを行使しなかったが、 11月3日に100万ドルのプレイヤーオプションをライアンが行使した。2015年12月17日、同月8日に行われたスターリン・カストロとのトレードの後日発表選手としてシカゴ・カブスへ移籍したが、12月23日にエドガー・オルモスの加入に伴って FA となった。2016年2月2日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。開幕後は、 参加のトリプル A 級シラキウスチーフスでプレーした。2016年5月10日に後日発表選手、または金銭とのトレードでロサンゼルスエンゼルスへ移籍した。11試合に出場したが11打数でヒットはなく、28日にディーフとなった。5月31日に40人枠から外れる形でトリプル A 級ソルトレイクビーズへ降格した。 6月1日にクリフ・ペニントンの15日間の故障者リスト入りに伴い、再度メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。6月15日に再び、ィーフとなり、18日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級ソルトレークへ降格した。10月4日に FA となった。2016年12月28日に、デトロイトタイガースとマイナー契約を結び、 2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕時のメジャー昇格はなく、参加のトリプル A 級トレド・マット・ヘンズに所属している。2012年に行われた日本での開幕戦前日に六本木ヒルズにある森タワー54階のスカイデッキでプロポーズに成功している。モノマネが特技であり、お箱はロバート・デ・ニーロ。 このモノマネを2012年のマリナーズの球団 CM でも披露している。ありがとうございます。